財布に2円しかない。ケイまたお金ないの？ホテル行けないじゃん。ないよ。なあ、どうやったら金持ちになれると思う？マリンチ金持ちだから教えてくれよ。金ねえんだわ。まあお父さんからいつも言われてることはあるけど。そうそう、それを教えてくれ。お父さん曰く、これからは格差がマジで広がるから将来の仕事は真剣に選べと。うんうん。で、どんな仕事すればいいんだ？固く行くなら AI プログラマー。これは誰にでもなれる。 AI プログラマー？なんか難しそうだな。別に難しくないよ。要は機械にこう動けって指示を書いてるだけだから。医師や弁護士みたいにクソ難しい試験もないし、これから間違いなく AI に仕事を奪われるから、 AI を作る側の仕事は腐るほどあるってこと。で、プログラマーの中でも AI 系が不足しまくってるから重宝されるよ。入る会社にもよるけど、普通に年収1000万から2000万は狙える。ほうほう、すげえな AI プログラマー。そんなにあれば十分だわ。なろう。でもね、確かに1000万って言ったらすごいけど、給料が上がると税金も上がるから、手取りにすると700万ちょいなんだよ。 700？ 金持ちっていうには少ない気がするな。でしょ。だからプログラマーとして腕を上げつつ IT 企業を狙うのが鉄板なんだよ。 IT 社長ってこと？そう、長者番付の上位はほとんどが IT 企業家だもん。金持ちになるには一番早いよ。でも IT 社長って難しそうじゃないか？正直イメージがつかないわ。IT って言っても難しいのばかりじゃないよ。どこ見てんの？例えば K がよく見てる YouTuber だって IT 起業家と言えなくもないし。そういえばマリ、お前 YouTuber やってたよな。月収どれくらい？だいたい50万円から100万円。え、そんな稼いでんの？まあだいたい5万回再生くらいだけど、昔の動画も再生されるしね。特に今 JK だからそれなりに再生されるっぽい。 JK なら再生されんの？DK じゃダメ？ JK もだし、今で言うとペットとか車関係は旬だね。ジャンルを抑えてちゃんと編集すれば結構いくよ。ジャンルの選択が大事ってことか。そう、才能とかいらないし、まだやってる人が少ないからね。これから本格的にテレビの広告費が流れてくるよ。初期投資はほぼ不要だしね。これから回線が 5G になって見やすくなるから、もっと視聴者も増える。儲かる条件が揃いすぎてるんだよ。なるほどな。とりあえず俺 YouTuber になるわ。あとは継続する根性ね。で、一番儲かるのがやっぱり投資家。投資？株とか FX？ そう、長者番付には乗らない人も多くて、実は IT 長者と同じかそれ以上に儲けてるんだよ。個人投資家でもカズマックス氏は Twitter で有名だけど、実は陰に隠れて億単位稼いでる人はかなり多いよ。そうなんだ。俺もジェイコブ男とかは聞いたことあるな。BNF 氏ね、今はビルも複数持ってて不動産投資家にもなってるみたいよ。とにかくプログラマーも YouTuber も投資家も全然違うものだから、自分に合った続けられるものを選択するのが一番だよ。そうか、とりあえず俺個人投資家になるわ。さっき YouTuber って言ってなかった？で、明日の話題は見つかりましたか？動画内で YouTuber が勧められていましたが、明日の話題は去年チャンネルが潰れかけましたので、個人的には正直おすすめできません。でも個々の自由なので皆さん頑張ってくださいね。それではまたね。